はいどうも皆さん、こんばんはゆきです。今日が12月の14日、時間が19時ということで、今から動画を撮っていきます。今日の内容はね、ビットコインとリップルのチャート分析をした後に気になるニュースを一件紹介して終わっていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。というわけでね、いつも通りになりますがね、こちらの動画見ていただいてよかったよという方はね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いします。はい、ではリップルからまず見ていきましょう。リップルがね、現状が 23.902 ということでね、まあ、24時間変動費プラス、0.41、まあ、ほぼプラマイゼロですね。まあ、予想通り土日は基本的には動かないというところですね。はい。ただまあ一応ね、ボラで見ると多少動きはあったんですよね。細かく見るとね。今も現状で言うと、0.5 まではいかんかなーって感じかな。まあ、けど 0.5 円幅ぐらい、動いたかなっていうところで今、終わってる感じなんですけど、まあ、横横というよりは、じわ上げ後の、まあ、その分、値戻ししたかなっていう感じかな。うん。やっぱり、ま、24円に定着することがなかなか難しいという状況でございます。はい。で、まあ、一応ね、この、ちょっと前の、1時間足で見ると、多少ね、上昇トレンド気づいたんかなっていう感じね。ああ、上昇トレンド乗ったかなと思いきや、ぐっと落ちてくるという、最近よくある流れですね。なので、ま、やっぱり24円定着するには、まだ出来高が足りないという感じで、今見ております。はい。なので、まだ現状で言うと下がってくるのかなと思ってるんですけど、まあ、なんで下がってくるのかっていうポイントですね。で、紹介していくと、まあ、正直もう今はね、本当にもう上がったり、下がったり、ラジバンダリーということでね、ラジバンダリー相場ですよ。要は、俗に言うね。まあ、僕しか言ってないんで、俗に言うかどうかは知らないですけど。はい。でね、今回もなんで下がるっていうかっていうと、まずここにデッドクロスが起こってるっていうことですよね。デッドクロスが起こってるとやっぱり下落はしやすい。まあ、ただそのデッドクロス、ゴールデンクロスがそこまで効かないのが仮想通貨相場だというところなんですけど、もう一つがね、4時間足で見た時にここにね、ダブルトップ組んできそうなんですよね。うん、なので、ネックライン割ってくるとガクッと下がる可能性があるので、まあ、そこは要注意かなというところで、今のところは下落で見ているという感じですね。なので、23円を割ってくると、現物の買い時になってくるかなと思いますので、そこは要チェックしておいていただけるといいかなと思います。はい。なので、まあ、ネックラインでいくとね、まあ、どの辺かな。まあ、23.7 ぐらいかな。ネックラインでいくと。この辺、まあ、ここでもいいんですけどね、これだとネックラインがちょっと小さすぎるので、うん、ほんまやったらこの辺かな。なので 23.5、3.6 ぐらいかな。円ぐらいのところがネックラインになってくると思います。そこを割ってくると、そのままズドーンと下がってくる可能性があるので、そこは絶対に見ておかないといけないポイントでございます。はい。なのでね、いつも通りですけど、ダブルトップとかね、逆三尊三尊っていうのは、ま、基本的には、こう、どっちかに動くサインとして出てきますので、ここはね、しっかりと押さえておくべきかなと思います。はい。なので今現状で言うと、ほんまにリップルはそれぐらいかな、見れるとこで言うと。うん。で、まあ、土日で横横してしまったっていうのと、まあ、木金土横ってしまったので、まあ、この、ダブルトップもしくは、ダブルボトムもしくは、こう、トリプルボトムみたいな組んでくるかなと思ったんですけど、なかなかちょっと今、わかりづらくなってしまったような状況になっております。なので、まあ、今見れるとこっていうと、まあ、1時間足が、まあ、まずね、レジスタンスラインが2本あるので厳しいっていうところと、まあ、4時間足で見たときに、25日線と75日線でデッドクロスが起こってると。で、プラス、ダブルトップ気味に、チャートが組まれてるので、このまま下落方向に動いていく可能性の方がちょっと強めかなというふうに見ております。はい。なので、まあ、まとめていくと、現物で買うとしたら23円切ってきたところ。まあ、僕、よく言えば21円付近とかで買いたいかなっていう感じです。で、現状は、そのダブルトップを組んで、そのままネックライン割ってくるかどうかっていうところ、要チェックポイントとして覚えておいてください。はい。では次がね、ビットコイン行きましょう。リプルもそんなに見るとこなかったかなっていう感じなんですけど、まあ、ビットコインもほぼ同じような動きしてます。今で言うと1万円幅ぐらいに下落したかなっていうところなんですけど、一旦まあ、チャンネルは上抜けたんですよね。で、75日線も上抜けた状態で推移してたんですけど、まあ、推移しきれず、保ちきれずにズドンと下がったと。いうところで、まあ、これも1時間足なんですけど、1時間足で見たときに、ボリンジャーバンドのセンターラインと、75日線両方とも下抜けてしまっているので、今度は逆にレジサポ転換して、今度はレジスタンスラインとなる可能性もあるよということで、ここからはまた下落目線、下目線に入っていかないといけないのかなっていう感じになってしまいましたよっていう感じですね。で、まあ、現状僕が見たいのはそうですね、4時間足なんですけど、ちょっと待ってね。4時間、
4時間足なんですけど、4時間足がね、一応ね、ボリンジャバのセンターレーン、これも抜けたんですよね。抜けたんですけど、まあ、ほぼほぼ、ボリンジャバノンセンターラインにもう一度再接近してる状態。ここがボリンジャバノンのセンターラインのところね。なので、今ちょうど触れてるような状況なので、このまま抜け切ると、もう一回下目線に切り替え。ただ、ここでサポートされるようであれば、次のポイントとしては、ここの75日線ね。ここが、レジスタンスラインとなる可能性があるので、ここではもしロング入ったとしても一旦利確するべきかなという感じです。まあ、だいたい80万ぐらいかな。なので、まあ、切りもいいのでね、わかりやすいかなと思います。80万のラインで、利確していくと、まあ、いいのかなという感じですね。なので、今で言うと、78万なんで、まあ、1万5000幅ぐらい、取れたらいいかなっていうぐらいの、入り方になってくると思います。もし入るとしたらね。まあ、ただ、この1万6000の、幅を取りに行くんであれば、損切り幅5000円とかになってくるんですよね。リスクリワード的にね。そうなってくると、やっぱりこう、取りにくい。うん。取れても、極小というか、な感じになっちゃうので、リスクの方が高くなってしまう可能性があるので、まあ、あまり優位性はないのかなという感じですね。はい。なので、まあ、今のところで言うと、まあ、今現状要チェックポイントとすると、4時間足のここね、25日線、ボリジャマのセンターラインの辺を、サポートラインとして上げれるかどうか。で、もし下抜けた場合は、どこまで下がるのかみたいなポイントになってくると思います。ただそこで言うと、まあ、前回もね、同じぐらいのところで止まってるんですけど、77万円付近とかっていうところで止まりやすいかなと思うので、まあ、もし下がってきたとしても、ぐーっと下がってきて、77万あたりで、リバル可能性はあるよというところなので、一旦このあたりも、もしショートで入った場合も、利確ポイントにはなってくるかなと思います。はい。なので、上は80万。で、下が77万。ぐらいの感じで、動いてくるかなと思いますので、ここはね、チェックポイントとして覚えておいてください。はい。結構大事かも、ここは。うん。まあ、特に80万ってやっぱりずっと言ってますけど、キリのいい筋は気にされるっていうところですよね。うん。みんなが分かりやすく目標にしやすいからね。例えば、80万だったら売ろうって思ってる人と、799,872円で売ろうかなって思ってる人だと、絶対80万で売ろうと思ってる人の方が多いんですよね。そらそうですよね。目標立てづらいから。うん。なので、まあ、80万っていうのが意識されたり、75万やったり、例えばドルで言うと8000ドルやったり、7500ドルやったり、まあ、8200ドルとか、まあ、いろいろそのキリの00のラインっていうのが気にされやすいので、まあ、そのあたりを注目しておくと、その、転換するとき、とかレジスタンスラインサポートラインになるタイミングっていうのがまあ見えてくるかなとも思います。まあただそこが 100% 効くわけではないので、あくまで目安ね、目安としてはこの辺効きそうやなみたいな感じで見ておくといいのかなと思いますので、このあたりはねぜひチェックしておいてください。はい。なので特にねキンキンで効いてるあたり、この辺とか、あとはまあこのここでヒゲで効いてたりとか、ここもね一回サポートされてるんですけど、こういうサポートされてたりとか、例えばここもねレジスタンス抵抗されてると、レジスタンスラインにもなってると、まあ、ここ要はレジサポート転換してるわけですよね。そういうポイントとかっていうのは要はやっぱり意識されやすいということなので、そこは押さえておくべきかなと思います。はい。まあ、これはちょっと初心者の方向けねに言ってますけども、まあ、そういう形で皆さんもまあ、聞いてるところっていうのはしっかりね自分の目で見て、あここ跳ね返ってるなとか、あここサポートされてるなっていうところはしっかり線引いてみて、あやっぱりここも効いてる、ここも効いてるってなると、やっぱりみんなが意識しやすいところになってくると思うので、そのあたりは利確ポイントとか損切りポイントになってくると思いますので、ぜひね線は引いてみてください。はい。まあ、こんなもんかな。ビットコインもまあ、今だから上は70、80万、下は77万、3万幅ぐらいのまあ枠に入ってくるかなと思いますので、上がるにしろ下がるにしろ、まあ特に土日っていうのもあるのでね、このあたりはしっかりと押さえておいてください。はい。で、最後が日足チラッと見て終わろうかな。日足ね。まああわよくばよ、これはあわよくばここでダブルボトムみたいなの組んでくれると、まあ次分かりやすいかなって感じですよね。ぐっと上がって年末上げにも期待できるかなっていう感じですね。なので日足で見ていくとすると、ここのダブルボトム組まれるかどうかっていうところかな。うん。もしくはこのちょっと待ってや、この日足レベルでの下落トレンドのトレンドラインっていうのがあるので、そこを抜けてくれるかどうかっていうのも結構気になるかなっていうところね。このライン、このラインを抜けてこれると、まあ少し上も目指せるのかなっていう感じですね。今もちょうどこう当たりそうで下に下ろされてる、要は叩き落とされてるような形なので、まあここに当たった時にしっかりと上抜けれると、要は前回の高値っていうのを
切り上げる形になってくるので、まあ、少し上も目指せるかなという感じです。なので、この下落トレンドのトレンドラインを抜けれない限りは、ちょっと上は難しいのかなっていう感じはするので、現状はもうキンキンね、もう本当に近未来よ。近未来予想図で言うと、このあたりの線を見ておくのがいいかなと思います。ここ抜けてくると、ちょっと上目線も、ちょっと強めに見てもいいのかなと思いますので、ここはね、要チェックしておいてください。はい。以上でございます。では最後にね、気になるニュース。ちょっと前、12日に、まあ、2万5000幅ぐらいでビットコインが動いたんですよ。で、その動いた理由、なんで動いたんやっていうところですよね。うん。で、まあ、しょうもないことですよ。まあ、ほんましょうもないことなんですけど、まあ、これもあれよ、仮定というか、まあ、推測みたいなところになるんですけど、まあ、12月12日にビットコイン価格は激しい値動きを見せたが、その裏で、クジラが関与していた可能性が浮上したと。うん、もうクジラとかも関与とか浮上とか言われたらもう海の話かなってなるけどね、SNS の投稿で分かったとビットコインの話です。はい。でビットフィネックスの BTCUSD の、1分足で、BTC はボラティリティを見せていたと。高いとかつけるのが普通ちゃうかな。まあいいか。まあ値動きが、まあ、広かったよってことですよね。ボラティリティというのが値幅みたいな感じになるので、幅なのでボラティリティが高いって言われると、いわば値動きがの幅が大きいで、狭いとか小さいとか言われるってことは値動きの幅がちっちゃい、まあ、レンジ相場みたいな感じなのかな、うん、っていうのをちょっとかん、思って聞いておいてもらうと分かりやすいかなと思います。で、ボラティリティが高かったという感じです。で、ジョエ007、ね、007として知られる大口投資家クジラは、いつか同時コインの支援者であるサム氏と SNS 上危ね、自分で笑ってもらった。サム氏と SNS 上でやり取りを行う中で、賭博に関する約束を決定したと。で、どういう約束かっていうと、12月に、12日の22時の時点で、ビットフィネックスの BTCUSD の価格が7100ドルを上回っていた場合は、サム氏が、007に500万同時コインを支払う。で、逆に下回ってた場合は、007がサム氏に、500万同時コインを支払うというね、もう完全に日本ではやられると。まあ、仮想通貨へと賭博になれへんかな、もしかしたら。まあけど、もしね、お金かけてたとしたら、賭博法違反で捕まってしまうので、気をつけてください。はい。で、まあ、500万同時コインを支払うという約束をしたと。で、それに、要は、ジョイさん、007さんは勝ちたかった方がいいですよね。うん。で、この人は、500万同時コイン勝ち取るために、800ほどの BTC、要は 800BTC を使って、下落を防いだと。もう完全なる、出来レースですよ。まあ、800BTC でどこまで下げ止めるの、出るのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、下落を防いだと、下げ止めたという感じですね。で、約束されたのは5日だったが、12日の約束時に近づき、ビットコインは一時的に2万5000円ほどの値幅をつけていたと。まあ、ここですね。大きくヒゲつけて動いていると。で、すごい、売り圧が入っていると。で、まあ、それは、このジョイちゃんが、俺、負けたくねえぞと。500万同時コインあいつに払いたくねえぞっていうことで、もしかすると、その 800BTC を使って、値幅を動かしたのじゃないかっていうふうに言われておりますということですね。で、まあ、発言、自分のクジラによる価格操作を示唆する発言と、を行ったが、サム氏は、本人による不正操作を疑ったため、同時コインを振り込まなかったと。いや、お前不正したやろと。ズルすなよと。ズルしたからわしは500万払わんぞと言ってると。まあ、しょうもない金持ち同士のね、小競り合いに巻き込まれたわけですよ。この2万5千幅で、どれだけの人が泣いて笑ったかっていう話ですよ。うん。まあまあまあ、そういうことですよ。まあ、結局は、こうやってクジラちゃんたちが動くと、一般庶民なんか速攻で狩られるわけですね。はい。まあ、お分かりいただけたかなと思います。はい。まあ、こうやってね、こういう大口さんたち、クジラさんが 800BTC を、ちょこっと、もうちょちょいのちょいですよ。もう BTC の蛇口をちょちょちょいってひねるだけでですよ。もう僕らからしたら2万5000も動かれたらたまったもんじゃないですよね。うん。もしショート入ったら餌焼かれるって話ですよね。うん。まあまあまあ、そういうことで、まあこういうことも起こりうるということなので、まあやっぱりね、まあ結局は、ただその動いた後も、通常度に戻ってくるので、こういう一時的なものに関して言うと。一過性のものって結局その一時的にパーンって上がるかパーンって下がってもそのままズルズルズルとまだ通常値に戻ってきて普通の動きをしだすので、まあそこまでその短期的にうわー失敗したと思って打ったり買ったりせえへん限りはそこまで大損害になることはないので、まず焦らずにっていう感じなんですよ。
なんですけど、まあ、戻ってこない可能性もあるので、まあ、そこはね、ちょっと難しいところ。ただまあ、こうやってクジラが動くと、こういう値動きが起こりうるっていうことは、頭に入れておかないといけないと。その、いざ来た時に慌ててしまって、で、例えばその、戻ってくるのに、もう戻ってくる前に、損切りしてしまうとかになると、すごいもったいないことになってしまうので、まあ、そのあたりはね、ちょっと気をつけておいた方がいいのかなという感じですね。はい。で、まあ、この両者間の闘争は SNS で話題となったが、このギャンブルのために大量の資金を動かす投資家はいないだろうとの意見も多く見られていると。まあ、要は、あくまで推測ですよってことですね。で、まだ上述の 800BTC に及ぶ資金移動が確認されているが、それらは007氏によるものではないと、する見解も多くあると。いや、ジョイちゃんは、そんなんせえへんよと、言ってる人もいてるよということなので、まあ、あくまで推測ですよね。まあ、こういうこともありましたよっていう感じなので、まあ、ただそうやって大口が動くと、こうやって大きく動くことがあるんだよっていうのは、覚えておかないといけないし、経験として、まあ、得ておかないといけないものなので、ここはね、しっかりと押さえておいてください。はい。というわけでございます。さあ、今日もね、ぴったり15分ということで、以上で終わりたいなと思います。最後までね、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ぜひね、今日の動画見てね、あ、おもろかったよ、よかったよ、という方はね、ぜひ、チャンネル登録ボタンのグッドボタンを押して、応援してください。よろしくお願いします。はい、皆さんの応援で僕はね、頑張るぞとなってね、毎日こう、動画と更新っていうのができていきます。ね、皆さんがね、どんどんこう、登録していってもらうと、僕のやる気も増え、チャート分析にも力が入り、みんなのためにもなる、このね、ウィンウィンよ。ビクトリー、ディバビクトリーウィンよ。このウィンウィンの関係をね、しっかり作っていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタンの方よろしくお願いいたします。はい、あとね、僕毎週 1回か2回ぐらいね、ライブ配信してます。で、そのライブ配信に関しては、もう皆さんとね、楽しくお話ししようっていう、まあ、ファン感謝デーみたいな感じかな。まあ、ファンというのかどうかわかんないですけど、まあ、そういう形でみんなと触れ合おうみたいな感じにしてます。なので、みんながコメントしてくれたことに全て僕が、レスポンスしていくと。いうことでやっておりますので、ぜひね、一日の終わりにちょっとこう、くすっと笑いたいなとか、面白い動画見てみたいな、ライブでなんかこういう YouTuber とちょっと一回繋がってみたいなっていう方はね、ぜひライブ配信の方遊びに来ていただけるとお楽しみにいただけるかなと思います。実はね、このライブ配信、僕に黙って、うちの兄貴がね、一個上の兄貴がね、見ておりまして、この前 LINE でね、いや、お前のライブ配信なかなかおもろいやん、つって、むっちゃ、寒いこと言ってましたけど、はい、というわけでうちの兄貴も見ているこのライブ配信ね、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、というわけでね、次は、日曜日なので、月曜日かな、来週の月曜日に、動画アップしていきますので、ぜひチェックしていただければと思います。まあ、できればね、月か水あたりでね、月か水のあたりでライブ配信していきます。まだね、告知していきますので、お見逃しなくということでございます。はい。ではね、また次の動画もしくはライブ配信、質問ある方は LINE アットの方にお願いします。LINE アットでお会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか、下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。